Brazil!
Final round, fight!
Round one, fight! All you get!
Fight!
You win!
Brazil! Round one, fight! Thank you.
Fight!
fight. Tiger!
はい、皆さんこんばんは、どうも。本日は、2019年の4月の19日ということで、ごめんなさい、失礼いたしました。4月の12日ですね。2019年4月の12日第119回四季の細道ということで、X ゲーマーズさんですかね、見てくれてるの。あ、セリザーさん、ありがとうございます。いや、知らないですよ、面識はないはずなんですけど、一応ご挨拶してみました。2019年と、4月の04、12、第119回、あれ119回ももう来ましたね。この前100回やったばっかりなのにみたいな気がするんですけど、ちょっと今コメントを入れていますが、はい、配信台ですね、終わっております。で、じゃあ第1回戦ということで、はい、第1回戦ほぼ山本さんとクレジンさん、あれクレジンさん 2P でいいですか、どっちでもいいですよ。いやいや、好きな方をどうぞ。いいっすか。じゃあ僕お言葉に甘えてクレジンさんの嫌いな方の 1P もらいますんで、じゃあすいません、1回戦なんでお願いします。はい、ではマイク変わりました、カワシムです。でもさあ、山本さんと、クレジンさんと、さあチュンリーダルシム、とてもいい勝負ですね。さあちょっとチュンリーが有利かなと言われているところですが、勝てる。あ、わかりました。これでいいですか。あ、了解です。すいません、声がちっちゃかったようで。さあ、お互い体力は5分ですね。さあ、チュンリーのジャンプ中パン飛び、あれ結構ね、処理結構ダルシムはね、悩むところですけど、あれはスライディングとかでいいですね。さあ、でもスライディングで、中キックだった場合ね、おそらしされてると全部刺さるんで、気をつけていただきたいですね。さあ、画面端に追いやったのは、山本チュンリーが、クレジンダルシムを追いやっている。さあ、時間がないが。さあ、山本チュンリー、ここは守り切って、そうですね、はい。さあ1本目はほぼ山本チュンリー。さあクレジンさんのダルシムはあまりファイヤーを打たないようなイメージですね。さあただチュンリーには待っていても勝てないので攻めに行かなければいけない。さあチュンリーはね、すぐ取りがね、結構難しいですね。波動拳より全然あの気候拳、弾がでかいんで、あー刺さってしまう、これは痛い。さあしかし投げて死ぬか、あっとごちゃったところ、裏側に転生弱炸裂。さあ山本チュリは 1勝目ですね。さあ2人目はハクさんですね。さあなんと剣ですね、珍しい。さあほぼ山本チュンリー対白剣。さあこの勝負は、チュンリーが、結構有利ですね。さあ山本さんは剣戦どうなんでしょう、あんまりやってるイメージはないですが。さあテンションさ、裏回りに対しては中盤で牽制して、あっちいけと。さあ大キック使って、さあ山本さん、あっとバックジャンプして踏んでしまう。さあしかし戦列があるんで、あー勝利。さあ置き攻めは安全。さああの大足ね、隙に戦列も刺さります、あれは。さあ最後は投げ。さあ1本目は山本チュリー。さあ白剣は、さあうまく中間距離で戦いたいですね。近づきすぎるとチュンリー強いんで、あーオーラパンチ
チューキック。さあ、対空結構使い分けて。さあ、最後は立ち台キック。あ、どうも、うねくん。こんばんは。こんばんは。さあ、山本さん、2勝しましたよ。はい。まあ、チュンリーなんでね。言うてもね。チュンリーなんで言うてもね。ああ、そうでした。失礼しました。さあ、あとここでセロテープさんの、はい、さあ、相撲を取りたいと。相撲を取りたい。さあ、女の子と相撲を取ってはいけません。さあ、さあ、あっち行ってよ、あっち行ってよ。危ない、あー、やばいよこれ。あー、天章出したが、最安ね。さあ、体力半分以上持ってかれたぞ。さあ、前に歩いて何をするでもなく、あー、はい、投げ。ただ前に歩いてプレッシャーをかけただけです。別に何しようっていうプランない、ノープランです。コバコバ、弱い、もう一丁。あー、好き。なんか不思議なムーブをしましたよ、今。ジャンプ、コキック、ケツで飛んで透かしてました、ね。あー、ノープラン、ノープラン。やばいやばい、これ山本さんいけるよ、いけるよ、頑張って。先列あるんで全然いけます。これは逆光剣、どっかで弾を踏むと思います。俺は鬼武装は弾と出ないですね、まだ。あ、じゃあ中足から100列。ボタンをピッと押してしまったセロテープさんの中盤に刺さりましたね。うまい振りですね。全然うまくないです。さあ、張り手を連打している。さあ、前にひたすら歩いていく。やばいやばい。お、背中で語ったわ。さあ、山本さん、あっと、女の子を殺すな、やめろ。あ、安いが、これはまあ仕方ない。あ、なんと大いちょうやってますね。さあ、なんと本日は、川村さん来ていただいてます。ありがとうございます。さあ、ゼロテープ残念ながら龍でしたね。あ、でも弾よけいいですね。ないです。あ、うまくないです。あ、なるほど。あ、それはしょうがないですね。よけれないってことですね。だね。じゃあ、ガードしかない。さあ、相撲を取らせてくれないですね。全く土俵に上がらせてもらってないですよ。さあ、ぴょんぴょん飛んでみたが。さあ、昇竜拳出るんですか。出ますよ。ちゃんと見て、昇竜当たらないところはちゃんと使い出したりしますよね。さあ、弾を避けて、なんとかしたいでしょ。昇竜拳バリきっついんでね。これミッチーさん、なんか最近参加していただいてるそうで。さあ、竜、ミッチーさんの竜対川村さんの竜。さあ、黒い方が川村さん。さあ、トービー、ナイスね。この足の差しもね、結構鋭いですよ。前歩きも鋭い。ちゃんと前歩いてガードとかもするんで。さあ、最後投げ。最後ね、川村さんが。あ、逆に止まれた。さあ、5割ゲット。ね、強いですね、時はね。勝利。
波動で押し返して画面端をなんとか逃げない逃げ出したい。さあ、よし。さあ、中盤、はい。さあ、ちゃんとガードナイスガードよ、シンクナイスシンク、いいですね。さあ、開幕ファイヤー波動強いですね。さあ、トビー中盤ファイヤー、さあ、大きい前面は下がって大事。さあ、あれね、目の前でね結構立ってて中ボスを匂わせといて、そうそうそうね、良かったですね。まあ、次はエクスパーさんですね。さあ、しかしエクスパーさんはね、切り返し結構ないんで、まあ、なんとかそうですね、画面端を脱出して戦いと思いますよ。いいですね。さあ、垂直コキック不思議な動きですね。なるほど、あとあれですね。おお、3段入ってここはあーっと大足届かず、しかし最後は削り、はい、さあ1本目はエクスパリュー。そうですね、野試合ねやってましたね。いい勝負だったと思います。さあ、最大、あーっとミスった。あー、ちょっと欲張ったんじゃないかな。あ、しかし体力リードは川村さんの竜。さあ、大きい攻めはチラスファイヤー。今ちょっと前歩いたんですね、多分ね。ここに大足が刺さる。さあ、大パン真空削り。さあ、川村さんが取り返して1-1。大パンを竜巻で逃げて画面切り返したが体力は奪われている。さあ、昇竜カスタンデラが相打ち。さあ、ダイパン、さあ、今は出なかったが、さあ、エクスパーが中ゴスで、さあ、ダイパンが出しも使って裏からシック。さあ、いい勝負ですね。さあ、ファイヤー波動当たって最後、昇竜拳ですね。さあ、川村さん昇竜拳3勝目かな。次は ディオンさん。あ、不死身の、なるほど、不死身の、不死身の、不死身のって、不死身の。ああ、なるほど。あ、じゃあ近いんですね。さあ、フェイロンは本当に、ね、特殊なキャラで動きが速くて、ね、動かすの本当に難しいキャラだと思いますよ。ああ、そうですか。ただ、あの型にはまったときはね、本当気持ちいい勝ち方ができるキャラなんで、フェイロンは。で、展開が本当に速いですね。まあ、そうかもしれないけど、ただ玉持ちキャラに対してはね、結構きつい戦いをいつも強いられますね。さあ、あーっと、今は中盤、中足ファイヤーでもしかしたら強くてたかもしれない。アコアガード、さあ、嫌な距離を知っている、いいですね、フェイロン、うまいですよ。微妙な、本当足がギリギリ届くか届かないかのところで劣化点だけは届くよっていう前がね、本当嫌なんですよね。そうね、フェイロンの前ですね、完全に。
とか飛びを通したいが山を踏んでしまう。ダメージきつい。サネック抜けれず。さあ川村さんが4勝目。あ、俺ですか。ここで現れたのは川島さん。川島さんぎ。あ、こんばんは、どうも。はじめまして、どうも。伝説の豪気使いです。あれ？さあ、川島さんの黄色いザンギもう一人いますけどね、完全にそういう人いますよね黄色い人そっちの方が有名ですよね。ですね。ああ、加勢さんですよね。はいはい。吸った。完全に今あれですね、弾きましたね。そうっすね。お、ピョッテ。23昇竜拳、大昇竜来た、そこからだいぶダメージ値底上げしましたね。あ、そうなんすか。なるほど、ファイヤーじゃない、ファイヤーでダウンさせないと追加されちゃう。しかない。さあスクリューで待ってる。おっと前にあるって危ない。シンク使っていく、投げる。さあ根性値で助かった感じだが、さあ上から、あー吸った、きっちり吸ってた。シャワーシムザンギ勝利。ネイウーさんですね、伝説のね、クレジットがすいません、伝説の S サガット使いを継承しているという伝説のネイウーさんですね。今日は X サガット、なるほど。 X サガットなかなか見かけないんで、全く。こんばんは、どうも。あ、そうなんですね。はいはい、若い彼は。あ、黒いザンギの方とやってますよね、よくね。そう言われてみれば。はいはい、殺される。なるほど。さあ足払いの応酬で暗いスクリュー。はいはい、走ってった開幕。その後ですね、暗い投げ的な。暗いスクリューは切れないですよね。あ、なるほど、アパカ仕込みでいける。あれします？無敵あります？あ、あるんですよね。なるほど。さあバシバシ打撃戦の応酬で、そうですね、ザンギに対しては両方抜けれる技がある感じですよね。上も下も 100% ではない。でも打つしかないんですよね、やっぱり。なるほど、離されてしまう。対岸に分けた、対岸に。なるほど。さあいい距離、
いい距離。さあダブラリ当たる。おっと弾いたが透かした。なるほど、投げ前が、投げられ前が小さい状況。なるほど。さあダブルか。いやザンギーが立った。あ、なるほど、残ってザンギー残ってますね。さあ2周目ということで、キレジンさん、ダルシム、ここで起きて破りのダルシム。今は川村さんの竜が4勝か。なるほど、飛んでいく。あ、これはめちゃうのか、はめちゃうのか、はめちゃっている。あれですよね、ダルシムって確か起き上がりがタッチモーションになっちゃうから、タッチジャックパンチ当ててすみたいなハメな気がするんですけど、当たりですか。タッチガードになっちゃう、しゃがみガードにはなる。なるほど、なるほど、なるほど、しゃがみでもタッチでも同じタッチコパンがガードさせれるみたいですね。空へ逃げるがボディプレスで潰していく。走ったが離されて、これザンギ離されたらだいぶ厳しいですね。頑張ってファイヤーを、あ、出したが立ち合いバチ。そうですね、しっかりきっちり。ザンギエフをブラジルでインド人が止めれるのか。おっと、なんかしっかりしてるぞ。やばい、ゼロドット、相打ち OK。 さすがに、さすがに前に入らなければ。クレジンさん勝利で、続いてハクさん。やっぱね、この地獄、これはキャラサーが激しい。キャラサーですね、キャラサー、キャラサーっていうかリーチサーですね。さあ入っていくのがハクさんのキャミ。いやー最近メキメキとハクキャミ。さあこのフーリガン、うわっと2発からスパイラルで、そして中段荒らしていく形。ああ、キャノンを仕留める。なるほど、あの中段ガードされても裏回りキャノンが仕留める。投げは食らわないと、恐ろしい中段ですよ。スピンナックル、光らずに殺した。やばいぞこれ。カーシム戻ってまいりました。さあハクリンとほぼ山本さんが、さあチュンリーキャミーは、さあ結構キャミーきついんですけど、まあ割といける部類ですね。さあね、中足の差し合いがね、ほぼ一緒です。シンディキャンプ。確かに。お互いの中足。まあ投げの性能もね、フーリガンがあるんで。今そんなに大きな差はそこまでつかないのかな。ただ、ね、スパコンがまあ劇的にチュンリーが強い。あとは球がある。これチュンリーがちょっと。さあフーリガン。
ハッキャミエクリ。さあハッキャミが勝利。2勝目。さあ次はセロさん。セロ様。そうこの人ねすごい人なんですよ実は。やるときはやる男ですから。ああそうなんです。さあキャミーが大好き。本当に？かわいい。かわいいよよ。キャミーかわいいと。キャミーは好きだと。さあ中足がゲロキツイ。さあ通常技だけできついのに。さらにあのキャノンスパイクとかねお釣り何もないっていう。ああちょっと早いー。差し合いだとね結構五分に近いぐらいなんですね。残儀の立ち中キックがちょっと長くて強いのと、あとは中足に台足を合わせるぐらいですね。差し込んで、さあ大きい攻めいけないんですね本当に。さあフーリガン本当返しづらい技ですね。ザンギはもうなんだろう。フーリガンね近ければ5パンでいいんですけど、早めに出しちゃうとなんか遠距離5パンになっちゃってそうダメなんですよね。引きつけて5パンで落とそうとすると間に合わなくて投げられちゃう。あフーリガンとアトミック、あ、なんだ、フライ、フラパワーか、フラパワーが軽い。さあ、スパイラーだろ。さあ、フーリガンスライディング、あはは。フーリガンさあ、ハッキャミが3勝目かな。ラウンド1、ファイト。ミッチさんのバイソン。さあ大きい攻めきついぞ。さあまだ体力はリードしているが、フーリガン。めくり、うまいな。あれバイソンにめくり当てるの難しいですよね。よく当てたな。はい。いや、難しいはずなんですけど、ダイルでも難しいですよね。バイソンめくりコキック。あ、めくれないんだ。ダメなんだ。あっと。おバックラップが強いな。すごいね。さあハクキャミが4勝目。 XSPR エクスパー。さあキャミ対リュウですね。さあこれはリュウが有利な対戦ではありますが、まあ、しかしワンチャンでキャミは持っていく力があるんで全く分からないですね。さあバックジャンプ。さあ竜巻もう台足を合わせた。出なかったハッキャミ。さあ1本目エクスパリュー。なるほど。投げる。すごいな。昇竜仕込み投げですかね。あ、今なんか
ダーンって音はしたから投げ入れて昇竜も入れてたって感じじゃないですか。コパコパコパフーリガン、うまいな。あ、バックダンプは大パンで落としたか。さあリードはおお。さあプレッシャーがかける。前歩いて中盤。さあハッキャミが5正面。そうですね、これでトップになったかな。リオンアドオくん、アドオくん、アドオくん、おっ、なるほど。ここあると思いますよ。いいな。大パンチはしフーリガン。さあ、こっちだって前の回へ。さあ、スタッフン、さあ、仕返して。すごいな、前歩きのね、プレッシャーすごいですね。いいですね。さあ、次は川村さんが2回目の登場。さあ、ここは川村さん、これを受けたらもうラウンド1、はい、アドオーケン、アドオーケン、アドオーケン、口やってました。さあ、川村龍太、ハッキャミ、さあ、中盤ちょっと安かったかな。しかし、体力リード9、半分持ってきました。さあ、トミ、なんだあの歩きは。ごちゃって投げて、あははははは、いい歩きすぎですね。はい、さあ、ウリガン、ダメクリック、あアライゴス、飛びが甘くてやばいぞこれは。竜巻、竜巻暴れ、あれがね、ガードできてたら素晴らしいですね。竜巻暴れ、さあフリガン、さあミヤン、ここがフリガンプ、さあこのリードを守りたい。飛び欲張りだが、ここはコア投げ。さあ、ミスったが、なんとかカバーして、はい、キャミカバーしていきましたね。さあ、次はウネシ、ネウ、ラウンド1、はい、ルービーまでまだ長いと思って、ディスパイションか。キャラメなんですかね。おぉ、マイルですね。ラウンド1、ファイト、さあ、さあ、ウネマイル、さあ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 、前ジャンプ、あの、前ジャンプ中盤強すぎんだろ。ああ、危ないよ、これ。さあ、フーリーが匂い風、さあ、ガードしたか。マイク難しい。あっと、スタブが刺さって、おい、裏剣に、おー、今のはいい選択肢。ラウンド3、ファイト、
さあ、ハック君、結構やることいろいろやってますね。さあ、フーリガン、あーすごいスピード、強いですね。素晴らしい動き、中大地があれ落ちるんだ。100% じゃないですね。たまに落ちるんですね、中大地たまに。さあ入っていくのはカシムさん。ハクキャミーが連勝数が多分8で単独1位ですよね。さあ入るな DJ、 開幕フリーガン DJ ね、 DJ はあんまりこう知らないんですけど、キャラキャラのキャラキャラのキャラ、日本語ちょっと難しくなってますけどよくわかんないですけどはい、そうなんですよね。キャラ強なイメージは、うん、まあ、常にダブルサマー出せますからね。なんならトリプルですからね。おっと、お釣りが入る。なるほど、クレジンさんですね。いやー、キャラ強なのは分かるんですけどね。カーシムさんが負けるまで続くよ大会ですね。2周目最後のプレイヤーなんで、連勝数ですね。クレジンダルシムが入っていくが、ここはどうなんだ、全く未知の組み合わせ。さすがの DJ も厳しいのか、ダルシム相手には厳しいのか。面白いぐらい伸びますからね。お互いやりにくいですか、 DJ がやりにくい。なるほど、まあガイルと考えるとそうですよね。 DJ を強化ガイルと考えると、なるほど、泣きどころをえぐられている。あーって寄った。さあ削り、お互いそうっすね、間合いをどんだけ守るかっていう。そうっすね。さあ、しゃがみグラッタがスラスト、スラストグラっている。あーっと、さあカシム DJ 勝利。
態度。横になりますからね、はい、中途半端の距離で垂直すると倒れません。さあ、どうなってしまった。さあ、三発目拾わずにめくって命をかけた。よく耐えた。気負らずに。さあ、ただあの女はゲージを持つとあのぐらいに体力は持ってっちゃうよという。先に剥がれてしまった。いや、反省点しかありませんね。カーシムさんの DJ 止まらないな。そうですね、止めたかったですね。ここでさあ入っていくのセロテープ。あれ、ホンダそっちじゃないですか。ホンダダメじゃないですか。さあ危うくホンダを選ぶところだった。DJ ホンダは厳しいはずだぞ。さあ、おっと、ツイート。 DJ に対してザンギだが、ザンギも厳しいはず。ホンダよりはマシという感じですかね。さあ揉んでいく、接触した、揉んでいく。さあ揉んでいく、3回目うわっと切り返された。なんたらハメってやつですね、あれが噂の N 行ハメみたいなやつ。N 行ハメで死ぬまでいけますからね。さあ今そばっとカーニバル読みのダブラリだったか。おっと吸っていく、さすがセロテープ。上からさあ離れたが、今仕込んでいたはずだがちょっと前の外だったか。あれ、ダブラリに当たっている。さあ続いてミチさんですかね。ミチさんおられますか。あ、ミチさん、すいません、違うゲームしてました。すいません、カーシムさんの DJ が今、4勝目。次ですね。で、ここが最後ですね。ミチさんが勝っても負けても最後、2位になります。発症するまでやります。なるほど、ワンツー、ワンピーツーピーコンパネギメがあるんで発症まで行きますというところで、さあ上からゴチゴチ行く。さあ前、高い位置から投げる。セロハメでノーウェイだったが、残念ながら負けてしまいました。さあ上から危ない、ピヨっている。通常ソバット。さあ続いてエクスパーさんおられます。エクスパーさん、カシムさん5勝です。はいはい、エクスパさんどうぞ。カシム DJ を倒せるかどうかですね。さあ開幕何があるか。お互い飛ぶ、さあお互い端に離れて、
ストロング、どういう意味なの。シムジャイがわからない。さあ交錯している、お互い交錯している。しっかり勝利を出していくが、あ、なるほど、カワシム DJ トゥスロング、そうですね。配信クソ、そっか、カワシム DJ、 なるほど。カワシム DJ さん、でもあれですね、かなり DJ の腕が上がっちゃってますね、最近。さあ、ピオリ、安いが全然体力差は混ざってる。おっ、波動、ロボットカーニバルに波動。さあ出た、ジャンプジャック P。 さあ続いて、ディオンさんですね。ディオンさんはエントリーした2キャラどちらでも好きな方を使っていただいて構いません。S 剣ランダーの S 剣。さあカーシムさん連勝が止まらない。6勝何度か6勝。さあ、お、フレーム消費的な動きだった今。さあスライディングが刺さる刺さるで、さあ飛んでいく。意外と飛びが多い気がするが、投げてめくり竜巻で昇竜、動いていない、投げて、さあ逆転か。さあソバット、ソバットじゃない、ごめんなさい、ジャックナイフ。昇竜で落としていく、ジャック後ろから、クータスも裏へ回った。目まぐるしい戦い。さあジャキッキー選んでいく、昇竜にソバットが入る。おっと昇竜入っている。さあ波動にかかって昇竜見送って裏から投げ、おっとなぜかマシンガン出た、長い足が。さあ引っかからずにスライディング、投げて投げていく。さあ波動で押した。さあ昇竜拳、ここで終了です。お疲れ様でした。カワシムザ DJ が6勝と、で決勝はハクキャミー8勝とカワシム DJ6 勝と、ハクさんがコンパネどっちか好きな方を決めれます。ハクさんは 2P、カシムさんが 1P、 クレジットはありますかね。サンサキでございます。決勝戦、ハクキャミー対、カシム DJ、 サンサキお願いします。お、タケチカラーを選んだ、珍しく。はい、これあれですよね、ですよねっていう。そうっすよね、若干 DJ 寄りな気がする。あっと食らってる、おーっとキャノン出てましたね。キャノンをスライディングで蹴れる、ま
まず1試合目はハッキャミ、あごめんなさい、カワシム DJ でした。シム DJ、 シム DJ、 そうですね、キャノンの無敵技なんですけどね。さあ踏ましていく、なるほど、突進系がありますからね、通常技でもあるし、長くそして入っている表から。さあ2試合目もカシム DJ、 さあハッキャミ頑張って持ち直したいところ。見るとこいっぱいありますね、これキャミ側はかなりですが、ですよね、見えないめくりなんですかね、多分。さあ拾っていく、ここでストレートでリーチをかけた、カワシム DJ、そうですね、もうやることはやった感じになりますね、チーム勢だと。さあピョってる、投げる、しかしジャック、おめでとうございます。なんかもらえますか、一言お願いします。はい、お疲れ様でした、川島です。すいませんでした、すいません、今日はダルシム使う気分じゃなかったんで、ダルシムイベントに行こうかなと DJ で、 DJ でただ勝ったらただハク君だったっていうだけで狙ってたわけではない、ご了承ください。ね、ザンギ DJ はね、ザンギがね結構お仕事なんでね、うん、そうですね、そばっとね、めんどくさいですね、まあ、そばっと見えてたらもう昇竜できれば昇竜でもいいし、うん、そばっと見えてても前歩いて中足をもっと蹴り込ませていけば当たる、ちょっと遠いと中足当たんなくてそばっとだけ一方的に食らうっていうシチュエーションになっちゃうんですね。打ってもそばっと打ってジャックも一応あ出ないな、そばっと出した後はジャックはないですね、うん、だからガードしたらフーリがガンチャンいける可能性があると。ちょっとやっぱ DJ 戦はこけないように立ち回らないとなと。そうですね、ただやっぱねキャミ側もリスクを背負ってね前を詰めていかないといけないところがあるんで、そうですよね、なんかそれで結構今までは結構荒らしに行くスタイルだったんですけど、うーん、やっぱこけちゃうとやばいですね。なんだろうな、 DJ はねスライディングで前調整できるんで、はい、結構ねキャミ側がこう前調整しづらい部分もあるんですよね。なのでキャミ側のこう戦いたい距離を維持するのが結構難しい、すぐ DJ の前になってしまう。うん、だからワンチャン、はい、弾を読んでフーリガン差し込んで大きい攻めからって感じですね。でなんかで暴れてたらお釣りをなんか入れてっていう繰り返しだと思うんですよね。一回でなかなか殺せる相手じゃないんでね DJ は、はい、キャミー側も多分 DJ めくりづらいと思うんですけど、あのなかなかねワンチャンで殺すのは難しいかなと。あとはフーリガンもね DJ が結構適当にパンチボタンをペペッと押してるだけでフーリガン返せるんで、中パンとか大パンでも返せるし、だからなかなか球を読んでからじゃないとね、フーリガンはやっぱエアスラが出が早いんで引っかかりやすいですねそうですね、あれやばい、エアスラ早いです、ほんと。あと中足もやっぱあクソクソ技ねソバットで、あキャミー側の中足か、そう
のチラシもやばいのも確かで、こっちのチラシも、まあ、ソバットでちょっと危ないところもありますし、キャノンもなんかね、ジャックにも負けるし、ソバットにも負けたりするし、ほとんどの技で、ね、相打ちになったり一方負けしたりしやすいんですよね。元キャノン当てたはずがみたいな。ジャックもジャックの方が全然無敵長いっすね。あとあれですね、めくりが逃げれるめくりか逃げれないめくりかの見極めですかね。全然できてないです頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございました。お願いします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。